まず笑顔が出ます。そしていよいよ決勝進出をかけましたイギリスのブリッグスとの対戦になります。昨年の福岡国際以来の対戦です。その福岡国際の雪辱を競うというブリッグス、なんとか田村を寝技に持ち込もうとします。日本での合宿でも寝技は十分に鍛えてきた田村であります。ブリッグスも慎重です。そしてこの田村を寝技に誘い込んでいきます。三角攻めから亀志向固めに抑え込んで、ここはやはり女王の貫禄を見せましたブリッグス。田村を下してブリッグスが決勝に進出。田村残念ながら初めての世界選手権決勝進出を果たすことができませんでした。